ありがとうございます。やっほーやっほー、おはようございます。おはようしみー、ありがとうございます。おはようございます。おはよう、ハートありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。おはよう、おはようございます、ありがとうございます。ファイト、ありがとうございます。おはよう、ピカピカ、ありがとうございます。おはよしこ、よしこさん好き、よしこさんやね、めっちゃ。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。パジャマがかわいいちいかわ、おはよち、ありがとうございます。おはようございます。テロップ入れます。握手会、握手会などイベント申し込み今日の12時までです。お忘れなく。お、追加で申し込みました。申し込むマーク、ありがとうございますありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。だるま、ありがとうございます。バラとピカピカ、ありがとうございます。おはゆちゃん、おはよう。だるま、ありがとうございます。コバ、ありがとうございます。おはようございます。あら、バチバチひっそり楽しんでた。あら、ひっそりじゃなくていいのよバチバチ、ありがとうございました。ハート、ありがとうございます。お、ゴールデンウィークの青春申し込みしたけど、確かに確かに確かに競争率高そう。ハート、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。タコ、ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。おはよう、おはよう。ハート、ありがとうございます。尊い、今日もありがとうございます。ありがとうございます。皆様、朝からお集まりいただき、ピカピカ、ありがとうございます。ゴールデンウィークって美味しいの労働、わあ、頑張れ労働、頑張れ、美味しいよ、美味しいよピカピカ、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。ね、朝の音がしてますね、とっても。ご飯何かな。ハート、ありがとうございます。カラオケお疲れ様でした、ありがとうございます。カラオケ配信ありがとうございました。ちょっと打って変わってすっぴんだからちょっと顔違うけど、ピカピカ、ハート、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。トントントン、トントントン、ジャージャージャおはようございます。する、ありがとうございます。おはようございます。ハート、ありがとうございます。ゴールデンウィークって暑いの、冷たいの暑いね知らんけど、物理的にも暑いです。横浜、追加したよ、ありがとうございます。横浜、ありがとうございます。そう、横浜の握手会と大阪の ATC ホールの写メ会と握手会と
リアルイベントはあります。でオンラインお話し会もあるので、ぜひ気になるところでお待ちしてます。よろしくお願いします。お待ちしてます。ハートありがとうございます。そうなんです。確かに、うん、確かにって、うん、ボキボキ。少々お待ちください。少々お待ち。リアルイベント6月8日の大阪の ATC ホールでの握手会は、一部が完売、ありがとうございます。一部がダズリンの原カレンさんコラボのワンピース大人っぽいヨシミン、三部が、ここが追加していただいて、ただいま申し込み受付中の三部が、ドラクエのコスプレです。で四部は連続なので小物アレンジしかできないんですけど、ドラクエのコスプレします。3部も4部も、はいです。で1部と4部は完売なので、ありがとうございます。イエーイ。3部でぜひお待ちしてます。ドラゴンクエストのコスプレ気になることはぜひ何なのか見に来てください。何のコスプレになったのかをぜひ見に来てください。何になるのでしょうか。その結果をぜひ会って確かめに来てください。完売おめでとう。そうなんです、嬉しい。1部と4部、2部とも完売しました。嬉しい、ありがとうございます。そして次の日6月9日は ATC ホールで、同じく ATC ホールで写メ会と肩たたき会です。1部と4部、これは1部がただいま受付中ですのでお待ちしてます。一部写真を撮って肩たたきをするっていう回です。一部が申し込みやってますのでぜひお待ちしてます。オンライン、うん、うん、ドラクエ3部申し込み完了、ありがとうございます。そうリアルイベント全完売をまずはね目指したいと思います。ほんまや、あれドット絵になってるかも。ハートありがとうございます。そしてリアルイベントはもう一つ、神奈川県パシフィコ横浜での8月4日の握手会もあります。関東ではパシフィコ横浜であります。これも一部を追加していただきまして、2部制で、4部は完売しました、ありがとうございます。1部も4部も浴衣を着ます。パチ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 、色をまたねおいおい決めようと思ってます。配信で2色、うん、2色、うん、2色ね。そう、いや色はおいおい決めたいと思います。浴衣と浴衣です。なので、ATC ホールの3部と写メ会、 ATC ホールというか大阪の握手会の3部と大阪の写メ会の1部と横浜の握手会の1部がリアルイベントはあります。ぜひお待ちしてます。パチ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 、ぜひお気軽に会いに来てくださると嬉しいです。はい、リアルイベントは3日しかないので、ちょっとリアルは日程が合わないなとか、ちょっとリアルで会うのはまだ抵抗があるなとかっていう方は、オンラインお話し会もあります。パチ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 。オンラインお話し会は全6回、6回、1ヶ月に2回をかける3ヶ月間6回やってるので、タイミングの合うところってぜひ来てくださると嬉しいです。なんて便利な、はい、
6月1回目が6月22日がの一部が夏の可愛いデート服です。で4部が夏の大人っぽいデート服です。で6月23日は一部が真面目なヨシミン、そして4部がギャルなヨシミンになっちゃいます、なっちゃいます。そして7月6日がヨシミくじ企画、これは一部も4部もどっちもヨシミくじ企画をするつもりです。羽織袴です。ヨシミくじは1枚だと10何秒とか10秒ないぐらいなのでちょっと引けないので、そう1枚だとすぐ終わっちゃうんですよ。めっちゃあっという間です。1桁とかそんな感じだから、2枚以上申し込んでくださった方にじゃんじゃがじゃーんって引いてよしみくじをしたいと思います。はい。そして7月7日は七夕なので浴衣です。浴衣です。これも一部も四部も色というか浴衣を変えて着替えるつもりですが、それもまた決めますね配信で。そうヤッホーわーって終わっていきます。一番だとそうなの。8月31日は、この前の投票で皆さんに投票で決めていただいたやつ、一部が1位のチアリーダー、チアガール、チアガールのコスプレです。で4部は2位だったナースのコスプレになります。パチ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 です。ありがとうございました投票を。そして最終日は9月1日、一部はコヨリンとお揃いのウサギコスプレをします。そして9月1日4部は完売しました、ありがとうございます。スペシャルシークレットです、お楽しみに。ありがとうございます。4部ありがとうございます、ハートありがとうございます。全日程お話し会、オンライン話し会は4部がおすすめです。まずは4部がおすすめです。ぜひお待ちしてます。オンラインはすごく気軽に話しやすかったり、座ってゆっくり話せたり、あとは全国各地からでき、全国各地そして世界各国からオンラインでお話ができるので、どんな方でも参加しやすいと思うのでぜひお待ちしてます。はい、握手会でもオンライン話し会も楽しみですね。いつもは違うグループをしてるけど、たまには NNB のイベントも行ってみようかなって方もぜひお待ちしてます。ぜひお待ちしてます。そうシングルはとっても短いのでね、そうなの。ほんまや、今日金曜日は GSGK 最終回や、せや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 、 GSGK ぜひ見てください。やってもた？なんやろ、やってもた？あら、ハートありがとうございますね。あと1ヶ月ちょいなんですよ、あっという間に最初の握手会まで。楽しみ、写メ会とねケータリングがまた食べられるのが嬉しいけど、握手会の時さ、次写メ会だからちょっと躊躇しちゃうんだよね。写メ会までにすっきり盛れるように頑張りたいと思います。では朝ごはんいただきます。うん、あぶ、長芋のお味噌汁です。これを作ってたんやな、シャキシャキ。長芋が余ってたんでね。
染みますね。朝味噌汁。染みますね。あったかい。あったまる。ちょっと寒いよね今日。そう。ね、長芋はすっても焼いても煮ても美味しいよね。ね、美味しいよね長芋って。今朝の味噌汁はいかがですか？ベリーグッド、ベリーグッドです。あら、ナンバラおじた、あらバラありがとうございます。ね、早いね。あっという間に4週間ってことだよね。 GSC って今回で終わるってことは早ー。色は暑いんだ。あら、バチバチ楽しかった、ありがとうございます。ちょぼる、お味噌汁おかわりいる？あとで、うん、美味しいです。バラとピカピカありがとうございます。幸せそう。あ、そっか、花粉もなくなるんですね、もうすぐ。そうなのね。それは花粉症の方にとってはいいね。夏日予想なんだ。あら、公園暑そうやな、めっちゃ。ドキドキ。最近でもめっちゃ汗かく、公園すでに暑くなってるんやなってめっちゃ思うもん。ここ向かいます。お気をつけて、お気をつけてお越しください。とろろ昆布ね、たまに入れるけど苦手なんですよ。でもおじいちゃんが好きやから、あれでもたまに入れる。昆布は無理だけど塩昆布はいける。普通の昆布ととろろ昆布は無理なんだけど、苦手なんだよね。あ、卵焼きもあります。おじいちゃんとろろ昆布も塩昆布もなんか昆布が漬物も買ってくるよね。昆布大好きよ。昆布好きなんだよね。レインボースターとピカピカありがとうございます。遠い県の続き、よかった、ありがとうございます。うちはもう、お、明日昼行くよ、ありがとうございます。そう、明日公演なので今日は一日乗り越えられます。今日を乗り越えれば3日間公演です。まあ、まず今日終わったら GSTK があるからね、それを楽しみに一日乗り越えましょう。草刈り。草刈りしないとしない。ちょっと雑草が木みたいになってる。一部。あいぬがしてくれるんだよね。なんか去年、母の日も草刈りしてくれたよね。覚えてるかな。そう。
とろろ昆布苦手なんやねん。そうやねん。うん、あさって頑張らはります。ありがとう。おぼろ昆布ととろろ昆布違う。おぼろ昆布ってなんだろう。あのこのほんまにおぼろみたいになってる昆布じゃない。ショルミお菓子食べきってない。まだ食べきってないけど、昨日友達に配りました。一緒にお弁当食べた友達に一緒に食べたよ。みんなでみんな美味しいって言ってた。おぼろ昆布ってなんか昆布の表面を一枚一枚手で職人さんが薄く削るのをおぼろ昆布なんで、はあ、とろろは固めた昆布の側面を機械で削る。見た感じは姉が見てるのはとろろ昆布、とろろ昆布でもっとチリ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 。手でってすごいね。とろろと似てますよね。薄い昆布、へえ、そうなんや。大和高橋なんやろ。ナイス解説だってママが解説してくれました。これは山芋ご飯。なんか昆布感があるとこじゃないですか。大和高橋ってなんか聞いたことがある。あ、もう潰れちゃってんのかな。ママミン博識ですね。だってあ、グーグル先生です。グーグル先生です。いや、合ってるかもしれないけど間違えたら。ピカピカありがとうございます。うん、おいしい。とろろ昆布、とろろ昆布ちゃう、とろろ。誰もありがとうございます。今日もパワー満タンです。え、昆布職人が削ってるのよく見る。よく見たことないよね。カツオなら見たことある。へえー、そんなのやってるんだ。だるまありがとうございます。かつお節自分で削ったことない。ねえ、昔は結構家で削ってたんだよ。へえー、そうなんや。家で削ってたんや昔は。こういうの本当に削ったことある。あるようなないような。おばあちゃん家で見たような。本当にあのあれだよね、かつおたたきみたいな感じのカツオをカリ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 って、やってるところを動画で見たことはあるけど、あ、多分リアルではない。え、違う、なんかの動画で見たことある。なんだろう、私が決めてご飯美味しい。めっちゃピカピカありがとうございます。削り器やったんや。かじってた。ほんまほんまですか。ね、どうやってあんなカチカチになってんのやろ。削る前のカチカチって乾燥させてんのかな。ね、気になるあれ。どうい
さつまいも丸、芋尽くしですね、はい、芋おやつ代わりにかじってたの？そうなんや。かじるね、歯折れそう。世界一硬い食べ物と言われてるみたいです。そんなに？うん、硬さのレベルやんな、モスコードって。それぐらい硬いの。長期保存ができるように何らかの形でカチカチにしたらしい。何らかの形で。水揚げ、生切り、カゴ立て、カゴに入れて干して、車熟。へえ。お湯でじっくり。お湯でとかすんの？硬、うん、くなるのそれで。75度から90度の低温のお湯でじっくり煮る。骨抜き、水抜き、乾燥、修繕。めっちゃ時間かかんないね。オレンジ。あれ、これオレンジかな。発足？グーグル先生ありがとうございます。ハートありがとうございます。めっちゃ欲しいなる ね硬いかなんか何がなってかわかんないけど、ハートありがとうございます。食べました、完食、ごちそうさまでした。ちょうど7時に完食バッチリ食べました。皆さん来てくださってありがとうございました、握手会とオンライン話し会と写メ会の申し込みは今日の12時までです。今日の12時まで皆さんお忘れなく。さっき話した服装ですが、ツイッターにまた写真も載ってるので、さっきのお聞き逃しちゃったよって方はぜひツイッターで詳しくは見てください。今日の12時までぜひお待ちしてます。ぜひお待ちしてます。全完売目指して、まずはリアルから全完売目指して、ぜひ会いに来てくださると嬉しいです。12時までです、お忘れなく。お気軽に、どんな方でも本当にお気軽にぜひお待ちしてます。13位、マツンさん、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。12位、ヤスさん、ありがとうございます。パチ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 。11位、ケンティさん、ありがとうございます。パチ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 。10位、ミョンさん、ありがとうございます。パチパチパチ。9位、マチさん、ありがとうございます。パチ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 。8位、ミモノさん、ありがとうございます。パチパチパチ。7位、マッコーさん、ありがとうございます。パチ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 。6位、チャミさん、ありがとうございます。パチ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 。
5位サカさんありがとうございます。パチ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 。4位ウーカメインの箱押しさんありがとうございます。パチ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 。そして3位はドゥルル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 ルン、なお57さんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルン、フッシャンさんでした。ありがとうございます。パチ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 。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ン、ヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございました。皆様来てくださってありがとうございました。今日も頑張りましょう。明日明後日し明後日の3日間連続公演、ぜひたくさん会いに来てください。それを楽しみに今日なんとか乗り越えたいと思います。で、横浜でも写メ会あるといいのよね。今回のシングルはないですけど、今後のシングルね、あったらいいのよね。いってらっしゃい。ありがとうございます。皆さんもお気をつけて良い一日をお過ごしください。明日の配信は公演前に、公演前か公演後かにします。 DMM もぜひ見てください。はい、 DMM でもぜひ見てください。オンライン話し会と写メ会と握手会の申し込みぜひお待ちしてます。4時申し込みです。今日の12時まで。ではでは、次の配信も来てくれるかな。またね、良い一日を。バイバーイ。そう、お支払いお手続き忘れないでね。今日は当落そのままだからね。バイバーイ。